ザワです。何？どうも、ジョジョネガワです。キムヤジョン。スンです。最近ね、ワンピースというアニメがめちゃくちゃ流行ってるらしいです。最近のワンピースは、身の能力というかは、覇気を応用するゲームにやってます。なるほど、なるほど。まあでも、そういうイメージあるわ。まず、覇気について説明すると、剣文色の覇気、武装色の覇気、覇王色の覇気っていうのがあるんですけど、最近のワンピースでは、はい、覇王色の覇気を拳にまとわせる、みたいな。ここになんか、オーラ見えるんや。そう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 。なるほど、なるほど。で、今回の企画はですね、はい、覇王色の覇気って、一体何ジョルあんねん。よっしゃー。正直、求められるかどうかわかんないです。ちょっとチャレンジしてみようかなって、はいはいはい、そうですね、うん、とりあえず最近のワンピース4校を超えろルフィ反撃の鉄拳、はいはい、これなんですよ。隙間空いてる。触れてないっていうのが今回新しいポイントです。まあ新規性です。4つの力どれ使ってるかって問題ですよ。強い力、弱い力、電磁気力、重力どれ使ってるかどれ。電磁力と結構、まあ、でもできそうやもん、ね。電磁気はまあプラスとマイナスで。確かにね。コンデンサー作ってる説あるよね。そう、コンデンサー説あるな。あ、うわー、コンデンサーが熱っ。だから今のだからその覇気の誘電率っていうのが必要になる。確かに覇気の誘電率、空気中の誘電率、覇気の誘電率っていうのが必要。一応カイドウも同じ技は使えるはずない。なるほどね、はい、ルフィを100としたらカイドウ400ぐらいある。確かに。でもカイドウは20% で80しか発揮できてないけど、ルフィはもう 95% ぐらいで100で95、はい、で95で80で勝ったみたいな説あるよね、はい、そうですね、うん、でも覇王色にはもともとは威圧の力みたいなのも言われてるわけよね。そう考えるとさ、今度こっちのさ、なんかこういう風に行く方が結構説明むずない。難しい。しかも分からないです。単純に連れてしまう。非常に難しい。理解がやばい。ちょっと物理が詳しい。ないここコンデンサーって、片方がプラス9だったらもう片方マイナス9じゃないですか、うん、片方がでかくて片方が小さいって状態なんで、コンデンサーとちょっとなんか大小関係が違う。そうなると、でも触れないってことはお互いでは同極の同極のあれでバチバチしてたよと。逆にもう、じゃあ俺マイナスやる、俺プラスやるっていうのがさ逆にもうめちゃめちゃくっつくみたいになる。そこはやっぱあれなんですか、一瞬で、あ、相手とプラス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 だなと思ったらプラスプラスちょっとアイコになるような電極を今思った。覇気は正の符号しか持たないっていう、なんかこう新しい素粒子になる。素粒子になる。電子と同じように計算できる新しい素粒子。そういうことそうしましょう。こっちの方がプラスの9が大きかったら、まあ一応押してはいるから反発するはずなのかな。そうなると、でそれはルフィ自体の押す力石みたいな。じゃあ最後筋力って最後筋力最後筋力最後筋力。そっか、別にそっか、反発力で言ったら結局 F イコールあれだから別に、そう同じになっちゃうから。同じか。電荷多く持ってる方が有利な。ってモデルモデル使えないですか。実はここで覇気使ってなくて踏ん張る方に覇気使ってるっていうことですか。後ろ盾があるからこそ前のやつが力出せるっていうのは確かにある。それはあるな。このそれと同じでいいんじゃん。覇気が質量を持ってるって仮定したらどうですか。おお大胆な仮定作らね。疑似的にルフィがめっちゃ重くなってるみたいな。なるほどね、はいはいはい、なるほど。それはありえる。そうヒックス粒子扱える的な。そうです。なんか物理的に計算できそうや。その力学的に計算できる。そうですね。重い空気をこの辺にまとってるみたいな。そうですね、みたいな。そうすれば間が空いてることはあんま考えないんでいいっていう。そうですね。実は今の現状1時間ぐらい議論したんですけど、はい、1つ目が覇気電磁波説。はい、はい、でこれはカイドウとのバトルにおいては説明ができないっていうね、はいはい、次覇気電解説。お互い同符号同士のこう電解的なものがあって、これでなんかこうバチバチやってる説っていう。で3つ目が覇気質量を持ってる説。質量を持った素粒子的なものを一手に集めるみたいな、はい、なるほどなるほど。そして覇気お手上げ説っていう覇気お手上げ説。本人たちの能力差の方がファクターとしてでかいっていう。ルフィの方がより多く質量を集めてこられるっていう。まあそういうことです。確かに。だってルフィはなんか戦場で仲間を集めれる能力がなんかすごいみたいな。ああ、そっか、それやわ。ルフィあらゆる空気分子に好かれてる説。あ、なるほど。どうですか小田さん。いやこれめちゃくちゃ腑に落ちた今俺。公式で言うと、つまりカイドウの運動エネルギープラスカイドウの覇気のエネルギーイコールルフィの運動エネルギープラスルフィの覇気のエネルギー。運動エネルギー覇気に含まれるんじゃないですか。
2つのミスがあるからどうとでもそう、はい、ちょっと厄介っていう。確かにね、雲割れる描写使いたいですけどね、覇気のエネルギー計算するんだったら。あ、まあそれか、カイドウが普通に殴ってる時、そして雷鳴覇気使ってる時の描写、なんとなくの飛距離の違いとかを。あ、飛距離の違いか。雷鳴覇気って言ってるじゃないですか、うん、雷鳴覇気使ってる時は普段よりの覇気の8倍っていう定義。いや、それは過程動作価値をかけてる。だったらもうまだ僕のこれの方が良くないですか。ぶつかった時の音、熱とエネルギーで割れる方のまだ姫の説が楽すぎてそっちに流れる。いやいや8倍もう雷鳴覇気における有力情報あって、はい、雷鳴を起こし、それをまとわせて帯電させてから武装色をまとわせています。え、じゃあ雷鳴覇気は覇王色の覇気とは関係ないってことですか。そうやってだから8倍もだから有力じゃないってことよ。あ、でも待てよ、これ見てほしいんですけど、確かに人気カイドウの腹筋に当たってるんですよね。腹筋に覇王色の覇気はまとわなくていいんじゃないかって。確かにね、カイドウはカイドウでコンボの方に覇気を集めてるはずやからない状態になってるはずなんですよ。じゃあそれやったらカイドウの元々のエネルギー引くルフィの元々のエネルギーを引き出したものが覇王色になってるっていうことね。このシーンにおけるってことですね。このシーンにおける、このシーンにおけるっていうのが大事やからね。ルフィもだって日々強くなってるわけなんで、はい、そうそうそう、なるほどなるほどね。そうなんですよ。そう考えるとまあまあまあまだ納得できるわ、はいはい。で、というわけで皆さん、ちょっと今ね、もう2時間ぐらい議論したんですけど、はい、覇王色の覇気は質疑を持ってる説を、この方向性で考えてたんですけど、そうなると、ルフィの覇王色の覇気のエネルギー求めるとすると、カイドウの覇王色の覇気のエネルギーも求めないと、意味がわからないということになってしまうんですが、ここのシーンにおいては、覇王色の覇気を使ってないと、見なすことができる。これを求めていきたいと思います。はい。というわけで、モデルをね、ちょっと簡略化しまくって、今に至るんですけども、公式としては、ルフィの運動エネルギープラスルフィ覇気、イコール、カイドウの運動エネルギープラスの、カイドウが吹っ飛ばされた時のエネルギー。ここがちょっとややこしいな。はい、で、ここが、そう、これは、アニメの映像を見て、吹っ飛ばされた時間とか、まあ、なんとなく出してみようかなっていう。この辺についてはね、ちょっとま、いろいろ、意見があるかもしれないんですけども、ちょっとね、あまりにも難しすぎるということで、まあ、極力簡易に設定させていただきました。計算していきましょう。そうですね。出ました。はい。ルフィの覇気のエネルギー出ました。結果としましてはですね、はい。覇気の誘電率っていうのが必要になる。確かに。今思った、覇気は正の符号しか持たないっていう。腹筋に覇王色の覇気はでもまとわなくていいんじゃないかっていう。ルフィの覇気エネルギーは330メガジュールと、はい、いうことなんで、ルフィとカイドウの戦いというのはワンパンチで約 TNT80 キロ分の爆発レベルの衝撃が起きてると。もし俺はこうやったらこうなったぞっていうのがあったらね、別の研究目線の結果もね、コメント欄とかであれば。やっぱその方法論において様々な結果が出てくるから、そう、もちろんアニメの世界なんで 100% 理論付けは無理なんですけど、僕らなりに理論付けた結果こうなったという、はい、これでも何キロ分まとってるんですか、ルフィ。16,500 やから、ルフィはもともと70キロの体重を16,500キロ、 16.5 トンになったってことだ。おー、そうか、そういう、それを考えるなんか、だからカイドウよりも重くなったってことだ。そう、元のカイドウよりは重くなったって計算やから、ちゃんと合ってそうな気がする。めちゃくちゃちゃんと集めてるやん、いい感じに、はい、カイドウよりちょっとだけ重い感じで、カイドウの余力で吹っ飛ばしてるみたいな。そういうことです。ルフィは自分を235人分にしてます。おお。で、なんなら今もなお成長し続けてるから、今はもっと上手かもしれない。そうだね。いや、でも覇気質疑をまとってる説は俺はマジで推していきたい。以上でございます。以上でございます。